さて小学女子 100m の決勝ですが、ご覧のメンバーで争われます。2レーンが北浜 JRC の石崎ひまわり、3レーンがスポーツギアの前原美咲、4レーンアリセの小林彩奈、5レーンがトリニティ AC 竹下愛瀬、6レーンは加古川 RC 山口優里、7レーンは加古川 RC 伊藤ひまり、8レーンサブゼロ豊岡の田中沙羅、9レーンが天地の内倉すず。この選手は昨日走り幅跳びでも優勝しているというメンバーです。さて小山さん、はい、ポイントどこでしょうか。そうですね、昨日予選が行われたんですが、はい、まあ、その記録を見ると5レーンの竹下さん、はい、14秒09と、とてもいい記録出していますね。隣の4レーンの小林さんも14秒10と続いています。楽しみです、はい、4レーン小林、5レーンの竹下が予選非常に競っているというタイムです。スタートを切りました。 100m 決勝です。さあ5レーン4レーン小林が前に出ました。小林、そして5レーン竹下、さあ接戦になった。最後はレッドヒートどちらだ。4レーンの小林の勝利です。優勝は小林彩奈。さすがのレースというところでしょうか。小山さん、そうですね、スタートから少しリードしたのをそのまま保ってフィニッシュしましたね。はい、落ち着いたいい走りでした。そうですね、1着小林、2着が5レーンの竹下という 100m 決勝、女子 100m 決勝でした。優勝は有瀬小学校の小林彩奈。放送席、そしてスタンドの皆様、見事小学女子 100m の決勝を制しました有瀬小学校の小林彩奈選手です。おめでとうございます。まず優勝を決めた今の気持ち聞かせてください。とても嬉しいです。今日レース前はどんな気持ちでしたか。絶対勝つとっていう気持ちでした。実際に 100m 走ってみて今日のレース振り返ってどんな印象ですか。みんな早かったけど地慣れて嬉しいです。普段どんな努力をしているから今日 100m で優勝することができたんでしょうか。毎日コツコツ練習して1位になれました。一番普段意識して練習で取り組んでいることはどんなことですか。腕振りとか羽毛も上げとかです。細かいところもしっかり取り組んでるんですね。陸上における今後の目標を聞かせてください。次の試合も頑張って1位取りたいです。次の試合はいつぐらいにあるんでしょうか。来週の市民大会です。ぜひ頑張ってください。おめでとうございました。見事小学女子 100m 決勝を制しました有瀬小学校の小林彩奈選手でした。放送席どうぞ。はい、優勝インタビュー岩佐明彦アナウンサーでした。小林彩奈選手、小山さん、もう来週にも試合があるんですね。そうですね、神戸市の大会がありますのでね、はい、毎日コツコツと練習をしているというそんなインタビューでした。